です。イエーイ。赤リップはあれです。あの本当はもうちょっとピンク色でやってました。お話し会は。しょこりさがしょこりさしてた、どういうこと？見ましたよ、ありがとうございます。昨日見ました、今日更新されたので今日見てください。やつ見てありがとうございます。あ、今まさに見てた、ありがとうございます。結構私も笑ったし、だいぶ前に撮ったやつだったから、そう言ってたけどね、もう撮ったけどまだ更新公開されてないって言ってたやつがあれです。そうそうそう、リボンちゃんかわいい、ありがとうございます。そう、ぜひまだの方は見てください。でも結構カットされてるから、そうね、本当はあのあともう1ゲームしてたんですけど全部なくなっちゃった。そうそうそう、ヘイブンさんキュンキュン、尊いもありがとうございます。はなちゃんと一緒に見てて、そうあーってなった、カットされてるってなった。萌えたささん初見ありがとうございます。こんばんは、ゆうくんあんまんありがとうございます。そうなの、つなぎが良かったのかなって。あー、なんかアザラシがいる。ゆびひめさんお花、ひろしさんアザラシありがとうございます。 MKT さんキュンキュン、かおりさんキュンキュンありがとうございます。ヘイブンさんかわいい、はなさんキュンキュンありがとうございます。久々に来れた、ピーちゃんありがとうございます、嬉しい。未公開も見たいね、いつかね、公開されたら面白いかな。 MKT さんキュンキュンキュンありがとうございます。そうそうそう、ひろたんさん肉まん、ひろさんとっとい、さちゃんお花ありがとうございます。こんな感じ。さきこさん寝落ちらに加入したりしたんですか。本当に寝落ちしちゃっててやばいやばいってなってる。毎朝朝は早く起きちゃうんですけど、まあもう一回寝るんですけどね、やばいやばいってなってます。ヘブンさん肉まん、糸パンさんあんまんありがとうございます。2回目もはなちゃんだったのだから多分カットされたんだと思うけど、そうそうそう、キアラが素直で可愛かった本当に。リザがみんなでやろうって言うからってもう懐かしいもん、あの映像だいぶ前に、だって24がこう発表された時だから、そうめっちゃ前。ヤシさんかわいいありがとうございます。テストソースどこで売ってるの、どこですかね、わかんない。でもスタッフさんが先にやってて辛い辛いってなってた。ゆずきぬさんキュンキュンありがとうございます。そうはなちゃんそう、はなちゃんしかも自分が進行だからねそうだいぶ前だったね。おばあちゃんゆびさんキュンキュンありがとうございます。肉まんまんいっぱい、肉まんまん耳があったかいしょこちゃんデスソース食べてないです。今日の NG1 のキュンキュン、じゃあハート来たらもうできない結構あのお話し会でやってって言ってくださる方がいて嬉しいです、ありがとうございます。うん、はなちゃん思ったよりはリサがすごいターゲットにしてて面白かった。ヘイブンさんだるまありがとうございます。バチェリさんキュンキュンありがとうございます。化粧してますよ、メイクしてる、バッチリメイクしてる今日はそうリサ結構攻めてた、お菓子とお茶美味しかったですめっちゃモッキー食べてた私そう食べようの回だけど、なんかみんなあの何お菓子がダメ食べたらダメっていうのを恐れてみんな食べてなかったけど、
そうデスソースフラペチーノ出たらちょっとリサとずっこしますかね ケトゥさん、キュン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 、ありがとうございます。そうだからいっぱい食べてたお洋服はこんな感じです。ちょっと本当はベルトしてたんですけど、してない。今日はデニムのスカート、これスリット入ってるんですよ、真ん中に。可愛いので全身はあのツイッターとかで見てください。インスタにも今度あげると思うけど、そう、可愛い、可愛くて買っちゃった。イエイ。どっちも GU です。GU で、あのこの組み合わせで同じ時に買いました。可愛いと思って買った。お話し会に着ようって思っ、あ違う、小悪で着ようって思って買ったんですけど、あの怖くなくなっちゃったからお話し会に来ました。そう、今は私服になってます。そう、今日はヘアさんにこの服どこの、かわいいって言っていただけた。自由って言ったらびっくりされた自由でこんなかわいいの売ってんのって。ヘブンさん、かわいい、ちさちゃんいいね、ありがとうございます。ゆずきぬさん、かわいい、ありがとうございます。なくしてないベルトはあるけど、しなくても落ちないから。そう、おしゃれやった、ありがとうございますレピー、レピーです。はなさん、キュンキュン、ありがとうございます。あともう一着大人っぽのやつもまた来ますね。コアクで、コア、間違えた、ショールームで。牛坊さん、だるまもも、ありがとう。だるま、かのこさん、かわいい、ありがとうございます。しーちゃん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。変身ベルトじゃないです今日のリップ、この服の時はあのなるべくピンクにして、今もピンクのリップ持ってないんですけど、だから赤になっちゃったけど、ピンクにして、あとこれ使ってグロスって感じにしてます。だからツヤツヤ、この時はグロス塗りました。そうそう、大人っぽいのもショールームでします。楽しみにしててください。とりあえずね、先にこっちだったから、1日だったからね、こっちはです。こまりさん、だるま、ありがとうございます。グロスって感じ、グロスあ、もうインスタもツイッターも更新したので見てください。インスタは瞳とのツーショットを4枚載せました、あのサブリミナルの時で。ツイッターは、ツイッターはそう、リス、コアクの時に撮ったリサとキアタンと撮ったやつです。凍結ちゃん、まだ凍結ちゃんだった時のやつを載せましたそう、一人のツーショットやばい、えい、 MV の時のです姉妹感やばめの写真、ぜひいいねとコメントお待ちしております。よかったらたくさん拡散してくださいインスタ見たよって、ありがとうございます。インスタ写真よかったっていいねしたありがとうございます。笑顔が好き、君がいい、あそこめちゃくちゃ景色が良かったんですよ。凍結ちゃんって呼んではなかった、キャタンって呼んでたインスタで上げてくれた音のショップ好きだった、ありがとうございます。怖く、あ、間違えた、いつも間違えちゃう。お話し会の時もそう、なるべくその時の写真をあげようって思ってます。ストーリーのペットボトルどうしたなんか滝っていつも滝脇の滝って書いてあるんですけど、誰のか分かんなくならないように、そう、今日は龍って書いてあった。ちょっと山水がね、どっか足生えていっちゃった。アントニオさん、ドルマ、ありがとうございます。ドルマ、ありがとうございます。ロングさん、こんばんは、こんばんは。そう、リュウアキさん、でもリュウアキさんって言われたこと何回もあるそう、タキは間違えられがち、そうそうそう間違えがち、さんずいどっか行っちゃったの。
ゆがきさんって全然呼ばれる。しぼうさん、キュキュありがとうございます。名前をなんて呼ぶんですか。そうやって言う方もいる。わきわきさんよりもし、わきわきはもうめんどくさくなっちゃってるじゃん。滝書くのめんどくさいからちょっと。そう、 DNA ファンだけど竜。そう、志望さんキュン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 、平畑さん肉まん、はるくんキュンキュン、平畑さんピザマン、ありがとうございます。ひらがな、あ、でもイコラブは下の名前はひらがな誰もかぶってないですよ。そう、 C から始まるメンバーいないからね。そう、三水どっか行った。笑った。あとは今日は山本の山って書いてあって、ピッピって二重線で滝って書かれてた。違うやつはそう間違えて山2個書いちゃったのかなって思ったり。バッフさんキュキュ、ありがとうございます。こまりさんキュンキュン、ありがとうございます。そう、甘々スポーティーのやつです。ここだけ見たら結構甘めなんですけど、今日スニーカー、まあ、今日もこの服だったんですけど、スニーカー履いて下もジーンズだから、んデニムだから、そうそうなの、甘々、ここだけ見たら甘々。お話し会のお話ししてるときは甘々だけど、全身見たら甘々スポーティー、イエイ。先寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい、せいちゃん。ゆっくり休んでください。今日は週の真ん中でしたね。明日からは後半です。今はスニーカー履いてない。スリッパ履いてる。ヘムさん、キュンキュン、ありがとうございます。リボンかわいい。リボン、本当は、あの、お話し会の時はこうやってあったんですけど、ちょっと短いの選んじゃった。そう、ヘムさん、お花、お花束。ありがとうございます。あとはもっとウェーブでした。もっとウィーって感じだった。カラカラスポーティーはありますか。カラカラスポーティーはちょっと考えときます。面白い。早い週末でも試験ファイティン、頑張ってください。だって土曜日はサイン会で、日曜日お話し会ですもんね。日曜日は第4部なので18時半からかな、18時からだっけ、18時半からですね。バフさん、かわいい、ありがとうございます。あ、ただいまお話し会とサイン会受付中ですので、皆さんぜひよろしくお願いします。ぜひ申し込んでください。お話し会は2月3月の8枚目分もあるんですけど、まだ、今回が11月22日、1122が、あれですね。受付、最終受付なので、皆さん今回がラストになります。そしてサイン会が11月の14日が最終受付になります。なので、皆さんぜひ申し込んでください。よろしくお願いします。でも2月3月も申し込んだよって方もいて嬉しかったです。まだまだね、皆さんに楽しんでいただけるように楽しみたいと思います。私もサイン会も受付ありますね。11月14がラストになります。お話し会は11月22日がラストになります。そう、その日は11月22日はもともと生誕祭が ある予定だった日です。今日の髪型ラブミです。ありがとうございます。りんごちゃん、ありがとうございます。うれぴー、サイン会楽しみ。でも結構お話し会でもサイン会、次はサイン会でっていう方が多かった。22日資格の試験ある、ファイティン、頑張ってください。くんけんさん、肉まん、ヘイブンさん、アザラシ、ありがとうございます。アシカみたいになってるけど。リンゴちゃんですよ。そうそう、リンゴちゃん、リンゴちゃんにリボンついてます。
そう、サイン会は4回あるんですけど、全部で全部ポストカードのあの柄っていうか写真が違うので、それも注目です。くんけんさん、かわいい、尊い、ありがとうございます。花さん、初見ありがとうございます。 YouTube 見て面白かった、よかった。皆さん、まだ見てない方いたら見てください、よろしくお願いします。ぜひ。ポストカードも違うし、裏にコメントも書いてあるんですけど、それも全部違うので、よかったら注目してみてください。アリスさん、ショコちゃんが応援してくれたから長距離タイム上がった、おおめでとうございます、お疲れ様です。いいですね、ゼニーって方ありがとうございます。ウレピー、ショコちゃんのサインもいただけそうです、よかった、ありがとうございます。明日の12時まで全部受付中なので、お話し会もサイン会も、お話し会は11月分もあるし2月3月分もあるので、まあまだ予定わかんないよって方もいると思いますが、楽しみにしております。お話しできるの、そう、ペンペンさん、キュンキュン、ありがとうございます。そうなので、ファンです、今日も可愛い、ありがとうございます。お話し会の感じ、マラソン会いつでしたっけ、マラソン会はいつでしたかね。あ、でも2月にあの予定されてた、あの今年のね、今年の2月に予定されてたあのマラソン大会楽しみにしてたんだけどっていう方もいて、またいつかできたらいいなって思ってます。ヘイブンさん、バラありがとうございます。そうね、もう2021年の予定を組んでおりますね。知ってるショコちゃんも見てみたい、ぜひいつか。カレーはまだ食べてないです、明日食べたいな。でも今日いっぱいご飯食べた、でももうお腹空いちゃった、夕方に食べたからお腹空いちゃった。近くで見たらガチで早そう。でも結構なんかみんなで楽しもう系だったら割とゆっくりかもしれない。そう、割とガチでやったらまあ何キロかにもよるけどね。かな。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。まだアイス食べてる。今日の朝はサクレを食べました。サクレ食いしん坊、本当に MV の時はゆっくり走った。うん、あれみんなで走ってる時はなんか割と全体的にペース早めだった気がする。でもうん、本気では走ってない。そう、一緒に走るか外からみたい。どっちもの方いました、一緒に走った方もいるし。フルマラソンでガチ対決したいです。フルマラソンはね、まだやったことないんですよ。ハーフでだいぶね、すごい疲れた。メンタルがやられる。ハート半分とかね。花さん、キュンキュン、ありがとうございます。サクレ寒くない、朝寒かった。朝寒かったけど食べました。でも今はもう溜まってないです。あと箱のがある。ずっと箱のある。冷凍庫に入ってる。16本入りのやつ。あれを食べようかな、これから。これからは。寒くなっちゃうし。朝ごはんがアイスじゃなくて、朝ごはんのデザートがアイス。バフさん、アイス。ありがとうございます。最近お昼寝はしてないかな。今日も撮影があったからとか、お話し会があったりとかなので、お昼寝はしてないですね。着払いでいいのでアイス送ってください。溶けちゃう。スーパーカップとかだったらワンチャン。カップ系だったらワンチャンですね。住所知らないけど。朝からデート、すぐしょこちゃん、朝からデートじゃない、
デザート、デザート大事。カープさんキュンキュン、コマリさんだるま、ありがとうございます。住所教えたワンちゃんノーちゃんです。カープさんキュンキュン、ありがとうございます。スーパーカ、そうスーパーカップはワンちゃん。ストロベリーチーズ食べました。すごい、住所教えるよって。大丈夫です、送らないので大丈夫です。あ、確かにショールームの足は変わってない気がする。確かにずっと噛めようかな。ここに書いても忘れちゃうからね。アイス買ってから一緒に食べよう、食べましょう。アイス食べる会とかあったら楽しそう。スタバの新作美味しかった。あ、ホワイトモカも飲みました。飲み今変わってるの。私携帯どこやった、携帯あった。のゆみちゃん変わったの、すっごいリップここについてる。のゆみちゃんは変わっているんだ。そうなのか、イコラブは変わってないんですか。 PIC。 お姉さん後回し、のゆみちゃんの方が先にね洗剤も変わったしね。まあ亀お気に入りだからいいんですけどね。髪の毛もだいぶ伸びましたよ私、だいぶ伸びたんご。あー、発売と同時に、いつもどうでしたっけ。ほらもう外羽なくなっちゃってるけどね、ここだいぶ伸びた。いたってハマスターでみかん氷、ハマスター外だから寒い。髪の毛切りたいんご、髪の毛なんかあの好きたいかな。痛そう、大丈夫。折れたかもしれない。大丈夫です。スト羽アイロン、うん、コテ、今日はヘアさんがやってくださったからコテです。気持ちは跳ねてるの大丈夫、イエイ。そう、よくない、勢いで言っちゃう時あるじゃないですか。あ、いててーって。手は増えてない、面白い、チョップ。職がいてって言ったタイミングで父親も机にぶつかってたって。いける。私の指輪といい、嘘はなんとかの始まりっていうから、めっちゃ責める、めっちゃ責められてる、ごめんなさい。折れてないです、頭割れたわ、面白い。す、あ、すいても外跳ねできると思いますよ。まあなんか長、もう普通にロングになってるからね、机割れた、そっち。そっち、ヘイピーさんだるま、ありがとうございます。ツッコミが携帯の画面折れました。ピエン、それはピエン、でもフィルターが、フィルターっていうのかな、ここはねすぐね割っちゃった、割ったっていうか、なんか取れ、削れた。腹筋割れたい、確かに、バッキバキじゃなくてもいいけどちょっと割りたいよね。フィルムね、フィルム割れちゃってる。ピッピッピッピーやん。ここ、こっちはね、こっちのフィルターはねまあまあ割れてる。端っこがもういいやと思ってずっと使ってた。こまりさんバラありがとうございます。ちょっと折れたぐらいはあんまりやんないか、買えない。あんまりなんかみんなみたいにバッキバキにはなってない。なんか iPhone ってみんなバッキバキのイメージだったけど、そこまでじゃない。ケンケンパさん
ミンクマンありがとうございます。平松さんキュンキュンありがとうございます。いや、エイトバッキバキにしたよ。エイトプラスしたかも。いや、あ、エイト、これか。一回バッキバキっていうか、なんかすっごいパパ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 って割れた。マヌルネコさん、アンマンありがとうございます。そう、なんかすっごい、なんかこのままボンってあのコンクリートに落としちゃって、石のコンクリートがこうね、なっててババババババってなってた。すっごい集合体恐怖症には気持ち悪い感じになってて、ピエンって感じだった。そう。語彙力、語彙力ないから許してください。イレブン終わったらあかん。イレブン大事にしてます。イレブン、パキパキ。こっちもメイクポーチにもパキパキついてます。ありがとうございます。パキパキ、これで誰のかわかる。そう、バレたら機種変。12。早い、つらい。まだ買えない、全然買えない。2年ぐらいは使いたい。ヘイブンさん、トントイありがとうございます。100均のケース無償。おお、強い強い。強み。12プロマックス欲しい。何が違うかよくわかんない。黄色、12？ これは黄色、黄色大好き。小さいじいちゃん、クモモモ、ありがとう。クモさんありがとうございます。あ、カメラがいいんだ。画質がいいのはいいですよねって思う。あ、望遠はあんまり使ってない。私あんまり使ってないです、望遠は。そう、だからカメラも3つじゃなくてもよかった、2つにしてよかった。ナイトモードがすごい。ああ、ナイトモードになったりする、たまに勝手に。そう、ごめん、まだアンドロイドも使ってました。イコラブ入ってずっと使ってた。アンドロイド1年ぐらいは使ってたと思う。だけどみんなエアドロップで例えば曲とか歌詞とかもらってたりして、あ、エアドロップないとやばいなってなってiPhone にしました。 Android も好き。タブレットも割と最近までは iPhone11 にするときに変えた、 iPad に。そう、 AirDrop の時の Android の疎外感すごい、本当に。私以外みんな AirDrop でもらってたからね。ケトゥさん、ピザマンありがとうございます。そう、アンドロイド、しかも私使ってたアンドロイド赤外線使えたからね。そう、 iPhoneiPhone です。 iPad はあれ、なんかタッチペンみたいなのないから、あの生誕での時のやつでいただいたボールペンの裏がタッチペンみたいに使えるから、それで使ってます。カチッってするとライトをつくところ、お、でタッチしてる。ヘイブンさん、だるまありがとうございます。そう、赤外線ね。ガラケーは使ったこと、あの自分のは持ってたことないけど、わかるよ。テレビ見れるのもあり。あ、一番最初、初代の携帯はテレビ見れた。そう。ビリビリ、ビリビリはしないですね。ね、装飾ちゃん、書類持ちすごい、おやすみなさい。もう遅いから、もう11時になりますよ。私ももう30分ぐらい経った。
何時から始めました私。もうちょっとしたら終わろうかなって思ったりしてる。皆さんもだって明日お仕事とか学校ですもんね。花さんキュンキュンありがとうございます。公衆電話使ったことありますよ。高校の合格合否発表19分から、あもう30分はやってるんだ。高校の合否発表を学校に高校に携帯持ってっちゃいけないから連絡できなくて、でその後すぐ学校行って合唱コンのピアノの練習しなきゃいけなくて、親に伝えれなくて合格したとかを、だから公衆電話で合否してた。合否したカード、あカードはいつも持ち歩いてる一応ね。そうテレホンカード一応持ち歩いてる。お財布と定期入れに入ってるそうヘイブンさんいいねありがとうございます。そうなの念のため、まあ今はねメンバーの携帯とか借りてれたりとかできるけど、まあ一応入れてる。ひろしさんくももももありがとう。くまさんありがとうございます。あ何の曲、その時は3年でなんか受験が終わったらピアノの練習してもいいよってした受験があるからピアノ伴奏やりたくないですって言ってたけど、私しか弾ける人がいなくて、なんかこれだけこれだと CD 音源になっちゃうよって言われて、すごい熱って感じで2曲しかも2曲やらなきゃいけなくて頑張って、友旅立ちに寄せるメッセージかな、あ違かったかなもう覚えてない。あとはゆずさんの青をの伴奏をやった。だからなんか受験があるからっていう風に断ってたら、だから受験終わったらでいいよって言われて、受験終わってから2週間ぐらいしかなくて、もう合否発表の日も練習しに行った学校に音楽の先生に。そうとやったそう「青」って曲懐かしいと思ってそうでもなんか違うクラスの伴奏の子とかはピアノ練習しすぎて落ちちゃった子もいたから、なんか受験集中してよかったって思った今だから言う。あなたへだ、あなたへ旅立ちに寄せるメッセージ、それそれそれ、友じゃなかった間違えた、ゆずに引っ張られすぎたそうじゃあ先生弾けよって言わ確かに確かに。そばさん、くまもありがとう。くまさんありがとうございます。そうシビアな世界、そうそうリサの口癖ね、シビアな世界。そうだいぶだいぶ頑張ったと思うそうそんな感じ。昔マイカと一緒にショールームでピアノ、あ弾いてたかも。大した曲弾いてないと思うけど、うん、イコラブ入るギリギリまでピアノ習ってたからね。習ってたけどなんか楽譜見てパッて弾けるわけじゃないから、うん、そうピアノはイコラブが2017年の6月からレッスン始めたので5月いっぱいは習ってました。そうしかもなんかもう発表会の練習とかもしてたから1年ぐらいかけて発表会の練習をするんですね。そうテルル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 ってやつだったけどもう忘れちゃった、途中でやめちゃったね。キュンパチさんキュンキュンありがとうございます。ひろしさんアザラシありがとうございますてっぺん出るほど全然うまくない、本当に全然うまくないからイコタイムでピアノの実力つ、でもあれは楽譜があったからね伴奏とはまた違うからね。あ今日いい推しの日らしいですね。いい推し11月4日いい推し、皆さんツイートしてくださって皆さんありがとうございます。まだ間に合う、皆さんぜひいい推しの日でツイートしてくださいありがとうございます
舞台も活躍してた。ありがとうございます。あずさん、はじめまして。初見、ありがとうございます。ヘイブンさん、花束、ありがとうございます。昨日ツイートした？それはもういい推しの日ではないですね。朝したよ、ありがとうございます。じゃあ、11時ジャストになったら、ランキング読んで終わりたいと思います。トシさん、キュン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 、ありがとうございます。一番の推しだよって嬉しい。ありがとうございます。朝の10時ぐらいにツイートしました。ありがとうございます。ウレピー、お話し会申し込み増やした、ありがとうございます。嬉しい、たくさんお話ししましょう。いつもね、皆さんね、時間が足りないってなっちゃう方多いからね、嬉しいです、申し込んでくださるの。ウレピーおいかめをしてありがとうございます。おいかめをオンラインまだ取れます。まだ明日のお昼まで受付中です。ぜひ。うれしすぎる。本当に時間足りなかった。そう結構思ってる以上にあっという間に時間過ぎていくと思う。そんな感じ。ワフさん、尊い、ありがとうございます。じゃあ何言ってもらう。嬉しい、そう思ってもらえる。ショコの写真が1000枚超えた。わー、ありがとうございます。いっぱい保存してくださって、そういうこと、ありがとうございます。おいオンライン、ありがとうございます。皆さんとお話しできるの楽しみにしております。11月22日のお話し会は今回が受付ラストで、11月の14日のサイン会が今回ラストです。ぜひお待ちしております。あと東京と埼玉のツアーの受付も始まってたね。いつまでだろう。ぜひ。楽しみにしてます。今日は11月1日のオンラインお話し会の時の格好です。また3日の時の昨日のね、大人の服もショールームでまた着ます。片方に寄せたやつです。ウレッピー、ショコちゃんに会いたいって、ぜひぜひ。皆さんはね、ショールームで私の顔見えてるけど、私は皆さんの顔見えてないので、話し会で見たいです。キーちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。10日が到落を、あと6日、1週間切りましたね。薄着すぎない、11月だよ。それクロックマンが言うやつ。もしかして。でも今日寒そうって言われた。見たくないっしょ。は嘘、それは嘘だよ。見たいですよ。本当に久々の方もいれば、オンラインだからこそ初めましてできる方もいたりとか、嬉しいし楽しいです。朝晩寒いですね。体調気をつけてください、皆さん。ということで11時になったのでランキング読みたいと思います。ランキング13位、今まままさん、12位、こまりさん、11位、ペンペンさん、10位、ケトゥさん、9位、くんけいさん、8位、あきらさん、7位、キソバさん、6位、ヨシボウさん、5位、カキフさん、4位、ヘイグンさん、3位、チサちゃん、2位、人生じいちゃん、1位、ヒロシさんです。ありがとうございます。2列目、メリダさん、ユキダンゴさん、タカイチさん、タケチャさん、ペンタさん、テルンさん、フィズニャンさん、リンちゃん、ファットラップさん、カノコさん、ファインゴールさん、オーチさん、コトラちゃん、サトシさん、チュンチュンさん、ヒッキーさん、ケンケンパさん、石神さん、ワフさん、イトパンさん、ヒロさん、ノバさんです。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。本日は2151人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんのコメントもありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、ありがとうございます。明日のお昼までお話し会、オンラインお話し会、オンラインサイン会受付中なので、皆さんぜひ申し込んでください。あとは、Twitter、インスタ更新したので、よかったら見てください。いいね、リツイート、引用リツイート、リプお待ちしてます。ではそろそろ終わりたいと思います。今日 YouTube 更新されたので、ぜひチェックしてください。滝脇も出演しております。
NG ワードゲームやっております。楽しかったです。ポッキー美味しかったです。ありがとうございました。おやすみなさーい。明日も頑張りましょう。感謝。おやすみなさーい。ありがとうございました。バイバーイ。